Não, se me dói. はい、皆さんこんにちは。土曜日の11時になりました。ヒートのお昼前の時間です。パーソナリティのギロマンの司会議員をしています小谷仁です。皆さんよろしくお願いします。そしてね、今日は、同級生のお二人にゲストで来てもらいました、玉城明さん、そして玉木明さんのお二人です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。実は11月の1日にね、小学校のクラス会をやりましてね、その時にも、もし時間があったらね来てくれたらなということでお話をしましたところ、はい、来てもらいまして本当にね、うん、2人とどうもありがとうございます。はい、こちらこそ。あ、楽しかったです。楽しかったです、ね、せっかくなんでね、ご自分でお名前の方どうぞ。もう一度、じゃあ玉城明さんの方から、はい、もう名前ですか、うん、はい、仁とも小学校の同級生であります玉城明と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、私も同じく小学、幼稚園からかな、ずっと一緒で、モアイも一緒に今ねやってます。玉木明です。はい、同姓同名ではないですね。ね、ないね。ちょっと違います。ね、今日ね、本当にね、本当に嬉しくてですね、もうそのままこの3名でずっとやっていきたいなと思ってるんですけどね、いろいろ今日はまたゲストの方もとかね、はい、あるんでね、それも少しずつ入れながら、またお話をね、つけていきたいんですけど、本当に小学校、もう40年前ぐらいですかね、6年生卒業した後のクラス会で、その時のね担任の久高先生も、毎回来ていただいて、11月の1日にクラス会をやったんですけど、この放送を見て聞いてくれてますかね、東京からね、みどりさん、そして横浜からエイリーで、大阪からはまゆみさん、3名がね、3人娘さんが、今回沖縄に帰ってきてくれたので、それを元にじゃあクラス会やろうかってことになったんですけど、全部でね、18名の皆さんが集まってくれて、とってもね楽しいクラス会でした。どうでした？お二人ともクラス会の方は。18名、多分最大の人数じゃないかなというのを記憶してるんですけども、うん、これだけ盛り上がってたっていうのはもう本当に過去一番かなと思ってますね。あきらもどうでした？私も楽しかったですね。で、私は6年3組のクラス会っていうことなんだけど、2組なんで、ゲストっていうことで呼んでいただいて、他にもね、何名か呼んでもらったんですけど、もう最高でした。最高でしたね。はい、もうあきらもずっとね、もうみんなの写真も撮ってくれてね、本当にもうありがとうございました。でね、実はあのあと二次会行ったんですよ。はいはい、二次会はね、緑が、紅白の三角バターをね作ってくれて、それで1次会で踊るの忘れたんだけど、2次会では恒例の校歌ダンスを、普天間第二小学校の校歌ダンスを、3番まで、おー素晴らしい、うん、踊ってまだ覚えてるって、テープがなかったのでマサボが歌って、で3番の踊りがちょっと違うんじゃないかなちょっとね揉めたりしたんですけど、なんとかね、もともとそのお店にはお客さんがいらっしゃったんですけど、帰っちゃったんですね返してしまってね、もうお店にはちょっと申し訳なかったんですけど、もうあとはね、みんなで貸し切りで、ステージまであって、で久高先生もステージでね、いい気分で歌ってくれたかなと思ってます。先生元気ですよね、本当にね。78歳、ね、若いですね、78歳でね、ね、2年後が普天間第二小学校の50周年記念ということで、またね50周年、それで、実は準備委員会もちょこちょこっとやってて、またそこもねまたみんなで盛り上げたいなと思っています。はい、
あ、それとあの今日ねすみません申し遅れましたけど FM ギノワンさんのね山崎君にまた今日手伝ってもらってます、はい、よろしくお願いします。3名ともねずっとあの同級生、はい、クラス会があるよって話をしたでしょ、うん、先週先々週してましたね、はいはい、その時のね様子を今ねちょっとお話しさせてもらいました、はい、とてもねいいですよ皆さん元気で本当に52歳、53歳ね、そういうことでね、クラス会の話題をさせてもらったんですけど、はい、今日はね、玉城明さんの方はちょっと告知をがあるということで、はい、まあ、告知も入れながら少しずつまた話もするんですけど、はい、今日はね沖縄総合事務局政策課電力ガス取引監視室という、ね、なんか難しいあの肩書きなんだけど、はい、少しそこら辺の説明をしてもらっていいですか。ちょっと難しい長ったらしい名前ですけど、簡単に言うとまあ、電気とガスっていうのは今例えば沖縄電力さんとか、沖縄ガスとかいろいろなところから、買ってるわけですけども、まあ、すでに電気につきまして今自由化、小売りが自由化ということで、うん、誰でも、小売りができるし、どこの その小売事業家から電気を買ってもいいという状況が今年の4月から開始してます。ただやはりそこの上で大事なことっていうのがやはり取引する上で本当に公正な取引かというところ、それが安全安心なところかというところが、まあ、非常に大事なところでして、そういったところをですね、ちょっと監視といいますか、うん、ちょっとチェックしているような部署でございます。なるほど、はい、今年の4月からまあ、ちょっと急に硬い話になっちゃうんですけど電力のね自由化、ガスも自由化ということで、それをまたいろいろなんか説明会なんかもあるんでしょ。はい、はい、まあ、電気につきましては今年の4月から自由化という小売りが自由化ということですけども、ガスにつきましては都市ガスですけども、来年の4月からまあ自由化っていうのが始まります。それについての説明会ということで、今度来週ですかね、11月10日、2時から、まあ、4時、うん、これ場所はですね小諸町にあります沖縄県立博物館美術館、こちらの方で開催を予定しております。内容は電力の自由化ということで今年4月から始まってますけども、はい、やはりその上で、まあ、注意する点だとか、うん、あとやはりそれに便乗するような悪質な業者がいたらどうするかとか、そういったところをですね、中心に説明をしていきます。それとあとはガスが来年から自由化になりますけども、それがどういう状況なのかっていうのをですね、経済産業省の方からまあ、講師の方いらして、うん、説明するというふうになっておりますので、ぜひ皆様、足をお運びください。場所はどちらですか。はい、場所はですね、小諸町、まあ、新都心ですね、うん、そちらにあります、沖縄県立博物館美術館の3階の行動というところです。はい、で申し込みですけども、沖縄総合事務局のホームページから、まあ、ダウンロードしてもらって、うん、でファックスで送ってもらいたいと思います。問い合わせ先、念のため問い合わせ先を申し上げますけども、うん、電話番号ですが、098-866-0031、内線の、84700、098-866-0031、内線の84700までお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、そこに電話するとアキラが出るんだよね。私が出ますのでぜひ声を聞きたい方は、お電話ください。ちょっとね名前書いてますけど、今玉木アキラの方はじゃないかもしれない玉城の方ですねということで、はい、参加費無料となってますので、ぜひまあ、現在のその電力の自由化、またもしくは来年の4月から行われるガスの自由化というのはどういう状況かというのをですね、関心のある方は、ぜひいらしてください。お願いします。このガスというのはそのプロパンガスではなくて都市ガスだよね。はい、都市ガスの、うん、まあ、小売全面自由化というようなことですね。まあ、そういうことでまず詳しいことはまた、はい、ホームページを見ていただいたりとか、あるいはその11月10日の説明会の方にもね、はい、宜野湾からとは少し遠いんですけどね、はい、まあ、でも車で30分ぐらいで着きますので、はい、小諸町にあります県立博物館美術館の方にどうぞ足を運ばれてみてはいかがでしょうか。はい、その前に申し込みをしないといけないんですね。はい、申し込みは先ほど申し上げましたけども、うん、沖縄総合事務局のホームページにアクセスすると、うん、そこから申し込み用紙をダウンロードできる形になっておりますので、そこをダウンロードしてもらって、お手数ですがファックス
で、お送りいただくようお願いいたします。はい、よろしくお願いします、はい。そして、もう一人の玉木明さんは今日はウォーキングをそうなんですよ、もう忘年会の時期なんで、うん、体力作りを酒に飲まれないようにと思ってちょっとキャンプホスター一周してということでのたまたまの途中です。だいたい一周どれぐらいかかります？1時間ちょっとかな、まあ、歩いたり途中歩いたり、うんね、8キロぐらい、もうちょっとありますか？もうちょっとあるかな、はい、ね、結構ね一周歩くとね、はい、やっぱり一番どちらがきつかったですか？急な伊佐から急な普天間向けのこの上り坂はもう歩きました。本当こうきついですからね、はい、じゃあ明も一緒に今度寒めて人間ドックでちょっとメタボ系というふうな判断出ましたんで、はい、ぜひ一緒にウォーキングできればと思ってます。またできれば那覇マラソンも。おお、大丈夫、それ冗談ですけど。いや那覇マラソンはもうね、もう少しですからね。そうです、うん、もうあれです、本当にいつもね、アキラのスポーツ体系、一番遠くはどこまで、うん、よくフェイスブック見たらね、イオンまで行ったりとか、うん、まあいろいろとコースを変えたり、うん、はい、もともとスポーツマンで、うん、だったよね、確かね、ないんじゃない、小学校から非常に体力に自信のある方だと、はい、記憶しております。美味しいお酒を飲むためにと飲んだ後に歩くよりは飲む前に歩いて、そう体力を、うん、なるほど。ということは今日も何か飲み会があるんですか？今日はないです。今日はないです。本当にもね、汗をかいてね、しっかりその体力を蓄えながら、まあ53歳、まだまだ若いですからね、はい、これからまた頑張っていきたいなと思ってます。まだ52です。実は。あ、そうそうそう。今月誕生日なんです。おめでとうございます。ちなみにいつですか？17日なんで、来週ですね。来週。来週。来週か。木曜日。53になりますので。なんかしっかり誕生日の宣伝をしてますので、なんか、はい、メッセージだけどね、LINE でメッセージをいただく6面3組の LINE、ね、6面3組の、ね、グループ LINE もね、今かなり好調で、あ、そうそう、実はね、東京に島からグループ LINE が来てて、うんうん、はい、で本当は東京にいるんだけど、もう先にそのクラス会の会場に来てて、5時過ぎても誰も来ないからもう帰るよっていうライングループラインがあって、で、ね、何名かそれを信じてる人がいた。信じました。信じました。信じました。来てたの？信じたよ。帰ったのって言ってね、いや最初から来たかと思うけど、でもすごいなんていうかリアルリアルだった。本当にいたのかなと思って、それで行ったら、最初に行ったらね、順が座ってました。5時はちょっと早いんじゃないかなという、うん、でもとってもなんか、ね、東京にいるんだけど、うん、すごくなんか身近に感じて、そうそうそう、なんかね、見えてるような感じ、本当に見えてるみたいな感じで、本人が目の前にいるような感じでした、ね、うん、で写真もちょこちょこ貼ってるんで、そういう感じであったんですけど、でそろそろじゃあまた曲をおかけしたいんですけどね、ね、玉木明の方でジャンクでもお会いしてるじゃないですか、うんうん、はい、そのジャンクの方で時々、まあ、前歌も披露してもらった、はい、リラキチさん、はいはいはい、正式にはリラクシンキッチンさん、まあ、うん、略してリラキチさんのね、うん、今度アルバムが来年の1月に出るそうなんですよ、はい、でナリの方がちょっとアルバムを先に借りてきまして、うん、本当にねジャズボサノバ系のとてもいい曲なんですけど、はい、その中でも今日はこれギノアンのタームのことを歌ってるんじゃないかなと思って、緑の海っていう歌があるんですけど、ね、その緑の海っていうのをね、今日はおそらく、沖縄で初めてこのかかるんじゃないかなということで期待してますけどね、じゃあ山崎さんで準備の方は大丈夫ですか？はい、それでは、リラキシのさんの歌で、緑の海聴いてください。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。
番組用の番組用の番組用の行きますね。はい、チーズ。はい、OK です。ありがとうございます。じゃあ頑張ってよ。あと1時間ぐらい。いやいやいや、もうこれまでたどり着いてます。ありがとうね。またね、もう入れると困るから。第2が楽しみ。あ、そうか、じゃあ三つ子みたいで可愛いよ、サーターです。出た方がいい。うん、大丈夫、大丈夫、大丈夫。じゃあ、あれ、つなげてもらって。あ、そうですね、はい。あ、これですね、はい。これはイヤホンどこで買ったんだっけ。あ、そうですね、はい、そこで。あ、すみません、イベントの前もう一度切っても大丈夫ですか。先ほどの これ、あ、これを、はい、分かりました。これは何か載せてもらうと、フェイスブックに載せておきますね。はい、あ、ちょっと綺麗なやついいかな。こっちは綺麗です。はい、はい、そうですね。曲がってるんだ。あ、あとこれが、コマーシャル。あ、じゃあコマーシャル。七名さんとは、14日ちょっと仕事の件で、最終回、証拠が会う予定してます。今、電話しても大丈夫。あ、今大丈夫です。今、はい、今の方がいいです。つなげとこうね。さっき一応話はしたんだけど、もう一回。これあれ、スピーカーになった方がいい。あ、いや、どちらでも大丈夫ですけど。大丈夫？はい、こっちの方に聞こえるんで。あ、そっか、スピーカーでも大丈夫、今。はい。じゃあ、もうつなげとこうね。はい。はい、あ、グシさんですか？はい。あ、ごめんです。今聞こえます？はい、今ちょうどコマーシャル入ってますので、はい、あと20秒ぐらいしたら、はい、始まりますのでね。はい、これ放送はいつになりますか。あ、今です。今生放送で。うんうん。あ、じゃあ13日の告知もしても大丈夫ですかね。全然大丈夫ですよ。あ、わかりました。じゃあ、はい、また声かけますので。はい、5秒前です。はい、4、3、2、1。はい、ヒートの昼前ね、また楽しく続けてまいります。玉木明の方はこれからまた、ジョギングということでね、走ってきましたのでね、今度は玉城明の2人とね、また頑張りたいと思います。はい、それではですね、今実は電話がつながってまして、実は普天間のね、しのぶさんからご紹介いただきまして、那覇市小羽倉の方で、ジュネルショップ沖縄をされてます、具志八重子さんとねお電話つながってます。ジョネルチップの装着体験と即売会についてね、ちょっとお話をお聞きしたいと思いますが、具志さん聞こえますか。あ、聞こえます。こんにちは。あ、はい、どうも。八重子と申します。はじめまして、小谷仁志です。ね、しのぶさんからね、お話をお伺いしまして、はい、今日はね、はい、急なお嘘ですいませんけど、電話でねゲスト出演をしてもらってます。はい、はい、早速なんですけどね、このジョネルチップ、装着体験と即売会についてね、はい、お話をしてもらえますか。あ、はい、よろしくお願いいたします。はい、ジョネルショップ沖縄と申しまして、はい、那覇市小羽倉の方に、10月9日オープンいたしました。あ、はいはい。それでですね、今回このお話をいただいてからですね、はい、いろいろプレゼントもご用意しておりますので、よろしくお願いします。まずですね、11月13日、はい、もう近いんですけれども、近いですね。11月13日日曜日ですね、朝10時から夜7時まで、ジュネルショップ沖縄にて、はい、ジュネルチップの装着体験とですね、コスメの方がございます。はい、そちらの体験もしていただけます。うん、それで、ジュネルチップというのはですね、そもそもすいません遅くなりまして、付け爪なんですね。わかりやすく申し上げると、はいはい、お爪の上に直接塗るジェルタイプのネイルではありません。ジュエリーとネイルを掛け合わせてジュネルと、言うんですけれども、うん、なるほど。500種類以上のそのチップをご用意いたしておりまして、
いろんなもの見ててワクワクして全部欲しくなると思うんですけれどもいろんな竹内の女性の方に固いお仕事をしている方とか専業主婦の方とかなかなかお詰めのおしゃれができないと思うんですけれども、そういった私も看護師をやっててなかなかできなかったんですね、はいはい、それでいつでもつけて外してを何回でも繰り返せるという、沖縄初上陸 の、 お品物でございます。沖縄初上陸ですか。はい、そうです。うん、なるほどですね。はい。この、うん、ごめんなさい、どうぞ。はい、すいません。装着体験というのはですね、はい、こちらのチップを自分のお爪のサイズに合わせて、うん、まず実感していただくというところから始めていますので、うん、それを今日お話をいただけたときに、その装着体験を本日から12月25日のクリスマスまでですね、はい、リスナーの方に特別に体験をしていただきたいなと思いましてご用意いたしております。なるほど。その今番組を聞いている方、13日の日曜日からですか、その、ジェネチップの装着の体験ができるということですね。そうです。はい、楽しみですね。はい、13日日曜日はですね、はい、ワンコインでネイルケアを、これはネイリストさんたちにご協力いただいております。はあ、そちらのコーナーとこのジュネルウェア の、 装着体験、あと15分でお顔の形が変わるリフトアップですね、はい、そちらのコスメの方もございますので、それも体験できるようなイベントになっております。あ、いいですね。はい、それは具志さん、場所の方と問い合わせ先の方もよろしいですか。あ、はい、沖縄県那覇市小葉倉、3丁目8-26になるんですけれども、はい、お向かいにカビラ病院様、お隣に小倉クリニック様があります、小葉倉、余計方面から小葉倉交差点を黒板向けに左に曲がるとローソンが見えます、はい、ローソンから入った道になっておりますので分かりやすいかと思いますね。それでお電話番号ですけれども 098-853-7600 となっております。はい、問い合わせ先が、098-853-7600 番ですね。はい、そうです。はい、まずは皆さんお気軽にね、電話で問い合わせされてみてはいかがでしょうか。はい、具志さん、今日は本当にどうもありがとうございました。いや、こちらこそ、はい、お時間ありがとうございます。いえいえ、はい、どうもありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。失礼いたします。はい、ということでね、今日は那覇市小葉倉にありますジュネルショップ沖縄の具志愛子さんにね、ジュネルチップの装着体験の方をね、少しお話をお伺いしました。そしてね、今日はもう一箇所ですね、実は、ちょっとごめんなさい、これじゃない、ちょっと生放送なんでね、電話番号のあれが090 あ、やばい、こっちで言っちゃうとやばいから、もう一箇所ね、実は明日の日曜日に、宜野湾市普天間のね、サンフティマの方で、5回目の普天間、の方で、もしもし、与那嶺つぶさんですか。どうもこんにちは。あ、こんにちは。FM 宜野湾の方からヒートの昼前ひとしです。はいはい、はい、どこに飲みに行く今日はもう、もうあいはね、普天間の向こうの方でお願いします。うん、はいはいはい、はい。今日はね、もう一人ゲストに玉城明君の方も来てますので、うん。お、明君。明です。うん。14日、よろしく。それでは、ね、早速ですけどね、沖縄相撲の、お知らせをお願いします。はいはいはい。もう、あさってなるんですけども、11月6日、日曜日です、うん、明日だよね、明日、うん、そうです、そうです、あ、ごめんね、うん、今日もう土曜日だったね、うん、6日の
日曜日でございます、はい、午後の1時、はい、開始なんですけども、はい、大体多分2時間か3時間かかると思います。でこの沖縄相撲大会をやる場所なんですけども、はい、普天間流坊の前の広場でございます、うん、正式名はサンフティーマの駐車場でございます。もう今度で何回目になります？今度で5回目でございます。あ、なるほどね、5回ね、続いてる、はい、相撲、これはもう沖縄相撲の正式な何か試合なんですよね。あ、そうです。まあ、沖縄相撲協会っていうのが、はい、あって、で沖縄本島をあちこち巡業してるんですよ、うん、で、まあ、10カ所ぐらい巡業してるんですけども、はい、今年最後の大会となります。あ、最後の大会、はい、全島大会です。はい、わかりました。本当にね、はい、今日はお忙しい中で、ね、突然も電話で、取材をお願いしました。どうもありがとうございます。はいはい、どうもありがとうございます、よろしくお願いします。夜もまた楽しみに待ってますのでお願いします。はいはいはい、はい、どうもありがとうございます。はい、はい、ということでね、ヒートの昼前あっという間にね11時から26分お送りしました。今日はゲストにね玉城明さんと、はい、そして玉城明さんもお迎えしました。ヒートの昼前いかがでしたでしょうか。週末もねたくさんのイベントがありますので、どうぞ普天間の方のね相撲も見に来てください。じゃあ皆さん良い週末を。バイバーイ。